国宝第一号。日本国で一番最初に国宝のシリーズ。まあ、あの生まれて初めてフェルメールの絵を見たぐらい。周りがバカに見えてくるとすごい。あれ、嵐電の音ですね。そうですね。嵐電に一箇所だけまだ鋳鉄製の踏切があるんですね。鋳鉄？鋳鉄製のね、踏切の警報器が使ってるところ。ここパツンと離れてるんで、結構ね、通りする人が多いんですよ。どうしてもここ一箇所やってる、1時間半ここで使いたくないなーって人が多いんですけど、ここもだいぶ進むの、こちらになるよく連れてくるんです、ここも無理やり行くよ。特に仏像が好きだって言ったらマジで行きますね。ここと33元堂が圧倒的かなっていう印象だ。聖徳太子とか書いてある、何だと。黒いですけど、高架下にあそこで小さいんですよ。確かにないんですけど、ね、はい、2100円になります。はい、はい、はい、ありがとう。みんな同じこと言うし、ミキさん一人で完結しミキさん一人で完結しないでください。いやいやいや、だって同じようなことも書いてあるんだもん。どこ行ってやっちゃいけないことを言ってる人もいるし、やんなきゃいけないことを言ってる人もいる。全数の同じ人なんてやらなきゃいけないこと言ってる。言ってることは大体まあこのことだと思う。